はいどうも、こばみれです。えー、っとね、今日はちょっとシマノの話なんですけど、このね、画面に映っとるルナミスっていうね、シーバスのロッドがあるじゃないですか。結構まあ、うちのチャンネルでも、なんだろう、このシマノのロッドどう思いますかとか、なんかね、いろいろあるわけですよ。まあ、正直俺はシマノのロッドのそのデザイン、デザインというかそのね、あの味付けが苦手なんで、 正直、個人的には島のはないかなと思うんだけど、まあ、それは俺の話じゃってさ、人は関係ないからさ、だからまあ、こうこうこういう特性で、なんかこういう問題、こういうメリット、こういうデメリットがあるから、ね、あの、検討してみてはどうですか、みたいなことは話はするんだけど、このルナミスがね、えー、どうやら、まあ、中国のあたりで大ブレイクしてるらしいけど、どうやら、このルナミスが、島野にとっての、 スタンダードロッドらしいです。<laughs> スタンダードロッド。うん。あの、まずそのね、ディアルーナじゃないんですよ。ルナミスなんですって。このルナミスが、シマノにとって、ね、あの、スタンダード。スタンダードってどういうことかっていうと、ね、みんなが使える基準となるロッドなんですよ。まさにこれ、適合表書いてありますけど、えー、っとね、だと、 そうだな,なこの L パワーとかさ、ね、ML パワーとかさ、ね、M だの MH だのあるじゃないですか。ね、これがシマノの中の標準なんですって。うん、ルナミス基準で、ねあのこの、このルナミス基準で、えー、シマノの,の M パワーっていう。だからほら、あのロッドの硬さなんてさ、メーカーそれぞれさ、 ねあの違,違ってさなんかその例えばシマノの M と台湾の M ってもう全然違うんですよまあ当たり前なんですけどねじゃあ基準どこやねんって話になるとここなんですってシマノの場合ルナミスなんですってこいつを基準にして作られてるルワーらしくて、うん、ロッドらしくてうん だからこの中のマンドレル、このロッドを作るマンドレルっていうのもね、中に新金入れて、そこになんかカーボン巻きつけて、焼いて、で、中抜いて、みたいなことをやってね、いろいろ作っていくんだけど、その新金も全部統一で作っとるし、可能,可能な限りコストを抑えてみたいな。で、これ実売大体今で値上がりしたから、えー、っと、大体4万1くらいか、3万の中後半くらいだよね、ルナミスって。値下がりしとるんかな どうなんやろ値下がりはだいぶしとると思うけど、まだいくらだろうえっとねー、3万8000くらいかな。でも20のルナミスで、そうやね。21の、22かの新型のルナミスでも、アマゾンとかで3万9000。高いね値 <laughs> 下がりする前は3万3000とか3万6000くらいで終わっとったにな。 ああ、長い。高いね <laughs> あ。でもそういうもんさ。このね、4万円するロッドが、シマノの中でのスタンダードらしいですわ。困った話ですよね。いつの間にかシマノはね、あの、高級メーカーになり下がったわけですよ。なり下がったって言ったらえけど、昔のシマノってさ、ね、よく言われとるけど、そのね、世界規模で商売やっとるから、作る数も膨大だと。ね。それこそね、 アメリカもそうやし中国なんかにもいっぱい売っとるからね一緒にバーッと作っ大量生産してだからこそコストが下がっていくとねであの他社の,めあのものと比べて値段に対するそのパフォーマンスっていうのがえいいよみたいなことはずっと言われとったわけですよけどもこのご時世今のねあの値上がり値上がり値上がりのこのご時世においてもうそれはさ あの、幻になったわけですよ。ルアーなんかも、正直、ブルーブルーとか、ああいうね、あの、メーカーよりも高いですから。うん。未納一発、未納一発2200円とかかな。ブルーブルーとかで、新ペンとか、一発置いても。でも、シマノの場合二2400円とかさ、そういう感じに行くわけよ。今でほら、フラッシュブーストとかになっとくからさ、全部。もうね、やばいよね。そうなってきて、 だから、お金のある人間は <laughs>、お金のある人間に、そのね、島野の,のロッド何がいいですかって言われたら、ね、あの、本当、本当、俺の本音はね、俺の本音は、あの、島の以外でいいんじゃないって思うけど、ね、島のロッドがいいんだっていう人がおったら、ぜひね、あの、ルナミスを検討してください。4万円です、4万円。4万円でお釣り行きますから、はい。そこら辺をね、ちょっと、 やってくれればいいんじゃないかな。一番島ので普通ですから。こいつを基準に、あのー、スペックをどんどん落としていくわけですよ。ディアルーナだったりとかさ。ね、ソルティアドバンスだったりとかさ。エンカウンターとかもまた話変わってくるからね。ここ価格差、すごいよね。価格差2万くらいあるから。2万5千あるからね、価格差。えげつねえわ。エンカウンターというよりは、どちらかと言えばディアルーナかな。うん。ね、あのー、 シマノのスタンダードロッドルナミスが買えない、ね、人は、リアルーナ買いましょう。もうそれだけです。リアルーナも、正直なとこ、性能、これでも魚は釣れますから、うん、正直なとこね。当たり前ですけど。当たり前ですけど、あの、これでも魚は全然釣れますから、うん、から正直ね、その、安いロッドと、その高いロッドの区別がつかん人というか、 ね、あの、釣り火、釣り具屋の店員とかに聞いても、なんかね、どうやら、その化粧とかがね、デザインとか、そういうのが違うだけで、あの、性能度としては一緒ですよ、みたいなこと言う釣り具屋の店員もおったりしますから、その中でね、違いがわからん人が、そのね、どれにしようって悩んどるんやったら、お金があるならルナミス。お金がないんだったら、ええー、 ね、えー、ディアルーナシね、島のロッドに選ぶんだったらね、他のメーカーもロッドありますけど、そこら辺がいいんじゃないかなと私は思います。うん。なんか、高、はいね。高いね。4万がスタンダードロッドって高いね。<laughs> まあね、あの、なんだろう、う違いがわかるわからない話に関しては、えー、っとね、まあ別で話しましょう。別のとこで。うん。ちょっと別のとこでお話ししましょうね。 俺も、うん、そうやな。うん。ここら辺だから分かりやすいんですよ。だからスタンダードだからこそ、パワーモデルとテクニカルモデルと、えー、なんて言うんだろう。バーサタイルかな多分。あるとしたら。パワーか。パワーとテクニカルくらいしかないんか。パワーモデル、テクニカルモデル、くらいだね。うん。ね、強く、ね、魚をね、パワーファイト、もう、ギュンギュンに、ね、あの、竿の力で引っ張るか、 テククニックにルアーを操ってうん少しロッドはねあのロッドのえー、っと使い方が求められるかもしれんけど魚を釣るまでが、えー、重要なタク,リあのタクティカルモデルともうかけた後ねあのギュンギュンにもうそんな魚を走らせるとかそんなんじゃなくてもうゴリゴリに巻いたりとかしてね戦うやつとかまあそういうねあのもう あストロングモデルか。もうさらに ISO とかそういうのや,やり始めると、この磯、磯とかのモデルになるから。うん。だからそういうのが、うん、分かりやすいし、だからまあ言われてみりゃ、そのね、ルナミスがスタンダードモデルって聞いて、ああ、なるほどとなるわけですよ。うん。ね、この3つのバリエーションに分かれとるから、ああ、なるほど、ちょうどいいそのセッティングですねって感じになるからさ。うん。まあ、あのー、なんだろう。 まあ次回かどうかはわからんけど、ね、あの、じゃあこのね、普通のスタンダードモデルと、例えばその C バスだったらエクスセンスとかになるわけですよ。ね、エクスセンス系ってもうバカみたいに高いじゃないですか。さらに値段跳ね上がるじゃないですか。エクスセンスとかさ、どっち系って。ね。えー、っと、もう今でもうエクスセンスインフィニティとかジェノスか。ジェノスとかになってきたけどさ、ね。ここら辺の違いが、えー、 わからんかったら買う必要ないと思います、正直。私、何回も言ったけど。うん。あの、ここら辺の違いがわからんねやったら、あの、買ったとしても使いこなせないんで、やめた方がいいと思います。はい、お金無駄です。そのね、えー、っと、エクスセンスジェノスだったら今いくらなんだろう。だいたい売り値で5万。安いところで、在庫処分の安いところで5万ちょっと。でも6万。高いところで7万とかいくね。 うん、のばらつきひどいな、これ。でも、あー、エクスセンスジェノス。ま、あ5万くらいか。うん。5万くらいだな。ま、あ、中古もガンガン流れとるから、5万から7万くらいを上下しとるわ。エクスセンスジェノスに関しては。いやそこら辺の違いがわからんのやったら、うん、ま、あ、その別の話にしますわ。別の動画で出しますわ。うん。違いってな,んな、なんじゃらほいっていう。 だから、なんか悩んでる人がおったら、わからんのやったら、ルナミス買えばいいし、ルナミスでお金なかったら、あの、d アル n ナ買えばいいと思うしっていうレベルだと思います。まあ、ぶっちゃけそんなもんです。あの、魚は釣れますから。はい。<laughs> ははい、は。まあ、そんな感じの、あの、ごちゃっとしたお話ですが、えー、私としてはこんな気持ちなんで、もっと詳しいことを聞きたかったらね、なんか生配信に登場したりとか、まあ、コメント欄に書いていただいても大丈夫なんで。はい、そんな感じで。 えー、いかがでしょうか以上、うまみれでした。